これですよ、もうね、もうバカじゃないのかって話ですよ。読売新聞の夕刊ですけども、カリフォルニア州で2035年ガソリン車の販売を禁止するらしいです。この人たち頭大丈夫ですかね。もう頭悪すぎるっしょ。ガソリン車販売禁止、これ何、環境にいいとか、これはっきり言って日本の自動車産業を潰すって話ですからね。電気自動車って簡単に作れるんですよね。でもね、ガソリン車とかディーゼル車ってこれなかなか作れないんですよ。もうテスラ見たら分かりますでしょ、ね、例えば日本でね、よし今日から僕自動車作るぞとか言って、はい、じゃあエンジンを研究してなんてやったって、もう無理ですよね。 でも電気自動車だったら素人で作れるわけですよ。ほとんど何の技術もいらないわけで、だって電気でモーター回すんだから、それだけの話ですよ。で、ガソリンエンジンを作るノウハウ、それからディーゼルエンジンを作るノウハウって、もう日本はもう戦前からずっと積み上げてきて、どれだけね効率よくで軽く、そして排ガスをクリーンにするか、ものすごい蓄積があって、でエンジンを作る技術って日本は最高峰の技術を持ってるわけですよね。ところが世界が、はい、じゃあ電気自動車って触れたら、もう日本の技術なくていいって話ですから、ポットでのテスラみたいなのが普通に作れちゃうわけですからね、はい、だからね、これ、まあ、いろいろとおかしい。だからね、彼らが電気自動車を、に転換していくっていう時に、まあ、ガソリン車はね、環境に悪い、石油を使うからダメよ、でもね、電気自動車は排気ガスも出さないし環境にクリーンなんだ、そういう大義名分ですよね。そしてこれまで の, 何あの日本の技術とかそういうものを完全にもう捨て去っていくというか、はい、そうするともう世界の企業が、日本の企業が積み上げてきたそういうノウハウ関係なしに同じように車を作られてしまう。でもはやね、はい、じゃあ電気自動車ですと AI が運転します。いや、むしろね、もう車なんていうのは乗ってどこどこ行ってって言って寝てたら着きました、着きました、着いたのみたいなね、そういうものになっていくわけですね。もう日本企業が出る幕ないんです、そうしたら。だってもう AI とか何その自動運転とか、まあ、それこそ、まあ、アメリカも Apple だ Google だすごいじゃないですか、で日本企業が、ね、出る幕ないんですよ。マップだってもうアメリカのものを使うしかないわけですからね、そうするともうこれ日本企業出る幕ないです。電気自動車 AI が運転します、もう日本企業本当関わる、まあ、V ジストン の, タイヤ売るぐらいじゃないですかね、あともう全然関わる余地なくなるんですよね、はい、でそれが本当に環境にいいならいいですよ。これめちゃくちゃ環境に悪い。だから結局モーターを回すってことを考えてほしいんですけども、モーターを回す、なんか電気で軸を回して、それで動力にして車を走らせるのがこれ電気自動車じゃないですか。それに対してディーゼル車、それからガソリン車っていうのは、石油を燃やして内燃機関で燃やして、そのピストン運動を回転軸運動に切り替えて、そのね、回転、ね、の動力でもって、車輪を回す、つまり軸を回す方法が電気なのか化石燃料なのかの違いです。同じ軸を回すわけですよ。ところがですね、さっきのね、電気でお湯沸かしてタービン回して、また電気じゃない、石油でお湯沸かしてタービン回して電気作って、その電気でまたお湯を沸かすってバカじゃないのって言います。それと同じことがこの電気自動車でも起きてるわけですね、つまり電気ってどうやって作るかというと、軸を回して電気を作るわけですよ。だから石油を燃やして、ね、蒸気の勢いでタービンを回すわけですね。軸を回すわけですよ。そうすると電気が生まれる。で、電気自動車っていうのはその電気でまた軸を回すわけですから、2回軸回してんですよ。いやいや、もうだったら最初からね、ガソリン入れて、石油入れて、内燃機関軸回せばいい話なんだから。なんでそんな反応経路長くするんですかって。本当頭悪いんですよ、これ。
え、排気ガス出てないじゃん。いやいや、発電所で出てるじゃねえかって話ですからね。いやもう本当騙されてますよ。こんなね、まあ一部ね、例えば、ゴルフ場行って電気カート走ってるとかね、いいんじゃないですか、それは。はい。なんで世界中の車が電気自動車に置き換わるんですか。じゃあ、世界中の車が電気自動車に置き換わるって、どこでどうやって充電するんですか。じゃあその電気どうやって作るんですか。こんなロシアがね攻め込んで石油だかもうなんかエネルギーだかとか言ってんのに世界中の車電気に変えてどうやって発電するんですか。ねえ、でどこで充電するの。じゃあそのね蓄電池、その自動車のね動かすほどの大容量のね電気をあの備蓄するその蓄電池、これ作るのものすごい環境負荷かかるんですよ。世界中の車電気自動車になる、そのバッテリーどうするんですか。でしかもね、電気自動車になったら部品の数がもう何十分の1で済むんですって。産業としての裾野がないんだよ。だから日本がね、例えばトヨタが車作りますよね。1台の車を作るのに必要な部品の数、ものすごい数があるわけですね。これを町工場とかいろんなところで作ってるわけですよ。と、だからガソリンエンジンとかディーゼルエンジンってものすごく裾野の広い、たくさんの人が仕事をもらってそれで作るわけですよね。ところが電気自動車になった途端に部品の数が10分の1なんですよ。町工場とか頼まなくていいんですもん。テスラ見てよ。もう携帯電話にね、なんか車輪つけて走らせてるみたいなもんですからね。いや、だから素人が全然、エンジンの技術とか全くない会社が作れちゃうんだもん。綺麗な内装フレームでね。だってモーターで走っちゃうんだから。技術も何もいらないわけですよね。だから、じゃあ日本が積み上げてきた自動車技術捨てていいんですかって、もうこう完全に日本の自動車産業潰しですよ。それから環境をね、嘘をついてね、なんか電気が環境にいいんだみたいな、いやー本当おかしいですからね。 SDGs なんかマジでクソくらいですからね、本当に。じゃあ35年やってごらんなさいよ、カリフォルニアさんよと。こんなものですね、絶対ひっくり返してなきゃダメですよ。日本これにやばいやばい、日本もどうすんのみたいな、トヨタもガソリン車まだ作るのみたいな、そういう風になっちゃダメですよ。これ鼻で笑わなきゃダメです。こいつらバカかと、物事の本質を全く捉えてませんよね。どこが環境いいんですか。電気どうやって作ってんですか。資源高いのに本当おかしいですよね。おかしいよな。まあ、ちょっと読みますよ。カリフォルニア州の大気資源局、まあ、だいたい大気資源局ってもう名前がもうバカじゃないのって感じですけどね。もう本質見てない名前ですよね。大気資源局イコールじゃあもう電気自動車やりますぜっていう話じゃないですか。は25日、ガソリンで動く乗用車や小型トラックなどの新車販売を2035年に州内で禁止する新たな規制案を承認した。電気自動車など走行時に二酸化炭素を排出しないゼロミッション車の販売比率を段階的に引き上げ、35年以降は日本車メーカーが得意とするハイブリッド車の販売も禁止となると。ゼロミッション車って嘘ですからね。二酸化炭素出しません、ガス出しますね。いやいや、発電池出してんだろうって話ですから。で、しかもね、そのね、電気自動車を作る方が二酸化炭素排出大きいんですからね。バッテリー作るのにどれほど環境負荷がかかってるかって話ですから、あの大きなね、ものを、ね、瞬時にして加速する、それだけのパワーのある、バッテリーを搭載してるわけですよ。これ作るのめちゃくちゃ環境負荷かかってるわけですから。ああ、もう、ガソリン車は環境破壊者。で、電気自動車は環境の守護者なんて全くの嘘です。そうそう、誰か書いてるけど、余計車体重量重くなるんですよ。より多くのパワーが必要なんですよ。言っときますけど、電気自動車で加速したら、体調異変を起こす人出ますから、ものすごい電磁波ですからね。まあ、軽自動車がね電気で動く分にはいいんだけども、そこそこのねちょっと大きめの車がブイーンって電気で加速するって、そりゃもうものすごい電磁波飛び交ってますからね。いやー、そうそう、バッテリーがめちゃくちゃ重いんですよ。もうこんなもんですね、もう最悪ですよ、最悪。
はい、そうね、事故ったらやばいとかね、感電とかね、肩こり治るんじゃなくて逆なんですよね。はい、ですからまあやっぱね、こういう時代なので物事の本質をねしっかりと見極めるようにしないとおかしな方向に行きますからね。いやそっちじゃないんだよっていうことね。で、日本の消費者が惑わされちゃダメです。日本人賢くなんなきゃダメですよ。アメリカとかこう土地狂ったようにカリフォルニア州やってて、はバカじゃねえのっていうね、いやそれ時代の流れに逆行してるんですよこれは。私いつも言ってるのは脱電力です。もう電気でしかできないことに電気を使うと。こんな車動かすとかね、暖房にするとか、石油でできることは石油にやらしておけばいいんですよ。もう高級な電気にそんなことさせちゃダメ。ね。だからシャネルのね、石鹸で玄関を掃除するようなもんですから、それは普通の安い洗剤でいいわけですからね。東大生にそんなことさせちゃダメみたいなね、あるじゃないですか。弁護士にその業務させるみたいな、オーバースペックなんですよ電気は。もう、ね、暖房とか給湯で電気使うのは完全にオーバースペックなんです。必要ないんです。それ石油にやらしときゃいいんですよ。はい、そういうことです。もう超高級品ですからね電気というのは。だから脱電力です。電気様にはもう電気様にしかできないところにね、で働いてもらいましょう。石油でできることは石油にやらしておけばいいんですよ。はい、それが一番環境に良いということです。持ちや持ちやです。この資源で世界中全部これするぞなんて、それがダメです。それがね、もうね、もう昔の発想ですよね。